こちらです。恋人に発砲した義足のセレブランナー、世界最悪の刑務所入りか。ロンドンオリンピックで一躍時の人となったオスカー・ピストリウス被告なんですが、恋人に発砲したとして有罪判決を下されました。今日にもその量刑が決定する予定です。今世界中の視線が裁きを受けるこの男に注がれている。両足義足の選手として史上初めてオリンピックに出場したオスカー・ピストリウス被告27歳。広告収入も含め当時の年収は4億円とも。南アフリカを代表する英雄でありセレブリティだった。手にしたものは名誉とお金だけではない。交際相手リーバースティンカンプさん、世界的化粧品ブランドのモデルだけでなく一流大学法学部を卒業し、将来は弁護士を目指していた才色兼備の女性。Oscar's a very, very sexy boy, but he doesn't do it in like an arrogant, obnoxious way. He does it in a very classy, understated, he always has a good suit on. Yeah, it's a gentleman. そうし相愛、誰もが羨む美男美女カップル。しかし、すべてを手にしたはずの人生は一瞬で崩れ落ちた。2013年2月14日バレンタインデー、恋人のリーバさんを殺害したのだ。弁護側によると、事件当時の夜リーバさんと寝ていたピストリウス被告、その時バスルームの方から物音が聞こえてきたという。強盗か。ベッドの下に置いていた護身用の銃を手にバスルームへ。そしてと間違え、恋人を4発の弾丸で撃ってしまった悲劇の事故だったという。こちらが実際の事件現場の写真。無残に広がるおびただしい地、撃たれたリーバさんは即死だった。ピストリウス被告は殺人容疑で逮捕、英雄から一転恋人殺し疑惑の主人公に。彼女を殺すつもりはありませんでした。私たちは深く愛し合い幸せだったのです。これまで一貫して無罪を主張してきたピストリウス被告、しかし動揺した姿も見せていた。自ら犯した罪への償い、それとも恋人を失った悲しみなのか。彼は涙を流し、足元にバケツが置かれるほど嘔吐を繰り返した。検察は計画的な殺人として終身刑を求刑したが、立証する証拠を揃えられなかった。そして先月下された判決は、過失致死罪、殺人罪は免れた。その量刑を下す裁判が昨日から行われている。計画性のない過失致死罪は最高で禁錮15年。ともなればピストリウス被告を待ち受けるのは世界で最悪の刑務所だ。日本では到底考えられない過酷で劣悪な状況の刑務所、極悪ギャングたちやレイプが待ち受けるという刑務所の実態とは。恋人に銃を発砲して死なせてしまったという義足のランナーピストリウス被告なんですが、本当にもう英雄から一転、今回有罪判決を受けてしまったわけなんですよね。過失致死でも15年の量刑になると、はい、でもその入る刑務所が世界最悪と言われている。もしこれからその罪の重さですよね、最高で15年という中で量刑の判決がこれから言い渡される、公判があるわけなんですが、はい、そこ次第なんですけれども、入るとなればおそらくここではないかと言われている。どういうことですか。その刑務所が最悪ということなんですけど、改めて場所がこちらなんですね、南アフリカの首都プレトリアがあります、ここにある名前がプレトリアセントラル刑務所と
いう場所、うん、外観は設楽さんどうでしょう。別に世界最悪って感じ、もっとなんかおどろおどろしい感じのとこなのかと思って、綺麗、綺麗ですよね。比較的綺麗に見えますよね、うんうん、ただこの地区では実は強盗、窃盗などの犯罪というのが日常的に起きている場所ではあるんです。では果たして気になる刑務所の中どうなっているのか、うん、まずは官房、これ受刑者、被告人などが入る部屋ですよね。こちらは広さが25メートルのプール程度、収容人数32人ということなんですね。25メータープールに32人、うん、決して広くはありませんけれども、そこまでぎゅうぎゅうではない印象がある中で、実際はこうなんです。え、88人が収容されている。え、びっしりなんです。あら、人が多いんだ、入りきらなくても詰め込んじゃってる。どんどん寿司詰めの状態で入っている、うん、さらに実はこの88人に対してシャワーはたったの1台、トイレもたったの1台、トイレ1つ、しかもこれ水洗ではありません。ですから悪臭が漂います。ハエもひどいというふうに聞いています。で、設備なんですけれども、この中にベッドがあるんですが、2段ベッドが17個置いてあります。毛布はありません。88人に対して17個の2段ベッド、34人しかベッドの上で寝ることできない。他の人はじゃあもう床に寝てるのということでしょうね。ああ、環境、これはちょっとリンゴさん最悪ですね、うん、そうですよ ね、この状況でトイレ一つで水洗じゃないって、もう衛生的にも ね、日本ではちょっと考えられない、うん、しかもこういった状況、多くの方が、うん、はい、1日23時間監禁されます。ん、残りの1時間というのは、例えばそのグラウンドに出たりとか、この23時間この中にいる、はい、この中で88人状態が23時間あるってことですよね。もちろんその刑の重さによって、ずっといなきゃいけない人と、もう少し緩和されている人、まちまちではありますが、大体の方は23時間ここにいるということなんですね、うんうん、で、実はこれだけではないんです。劣悪な環境、その下行きましょう。この刑務所内、ギャングの抗争とレイプの被害とよく言われているんですが、実際にここで暮らしていた受刑者の証言見てみます。こちら、例えば28人のギャングに強制的に仲間になるように命じられたですとか、うん、男性から何度もレイプされた、監視員に密告したら刺すと脅された。これ男性が男性をレイプするということです。さらにこの官房には8人から10人の結核患者、4人から5人の HIV 感染者がいると言ったことも伝えられた。結核患者は治療とかは受けられないですかね。そのまま、もちろん定期的に病院などには行くということではありますが、なかなか全員が全員治療が受けられていない現状もあるのかもしれません。なかなかですね。これ映画なんかでね、こういう刑務所なんて見たことありますけど、実際これって小籔さん、この環境最悪ですね。確かに、まあ、こんだけギチギチやったら反省しようにもできへんというかね、ギャングになれって言われたりとかしてたら、まあ、ちょっとあんまりこう行動的には良くないんじゃないかなと思います ね、まあ、ね、清潔にむっちゃこう、はい、いい環境にせえとは思わないですけど、ここまでひどいとちょっと ね、 そうですね。それだけやっぱ犯罪が多い地区っていうことですか。もちろんそうは言えると思いますね、はい。果たしてピストリウス被告、この刑務所に収容されるのかとなれば何年の刑期になるのか。世界が注目する量刑の言い渡しは今日にも行われる予定です。